こんにちは、こんばんは、赤尾です。本日は、第84回最強のコアバナを探しに、お送りいたします。では、早速。第1話目は、行きたい場所、です。どうぞ。これは今からちょうど10年も前の話だが、聞いてくれ。まだ、看護師が看護婦と呼ばれていた時代だ。当時、俺は防衛科大学の看護学部の学生だった。短い夏休みが終わると同時くらいに、国家試験前の最後の看護実習が始まる。俺は付属の大学病院で国家試験の前に実習生として、主任となる看護師さんと共に担当の患者さんを受け持っていた。そこで俺は整形外科等である患者さんと出会った。今まで見た患者さんは、老人か中年の方々が多かったが、今回は17歳の女の子であった。彼女の名前はエイミといい、右足を失っており義足を用いながらリハビリを行っている状態であった。エイミは男の看護師である俺のことが珍しいらしく、いろいろ俺について聞いてきた。内容はいかにも年頃の高校生の質問って感じで。彼女はいるの？好きな人は？とか。学部に男の人って他にもいるの？っていう普通に答えられるレベルの質問だった。エイミの部屋は個室なんだが、様子を見に行くといつも笑っていてくれていた。そんな、エイミとの他愛もない会話は辛い実習の中で唯一心から楽しめるものとなった。たまに、長いおしゃべりが指導主任に見つかって怒られることもあったが、エイミは小声で、この後も頑張って。とか、いろいろ声をかけてくれた。学生生活最後の実習も終わりに近づき、実習終了まであと1週間と迫った日に、お別れの挨拶がてらに担当していただいた患者さん一人一人に、病室に行く際にお礼を言って回った。もちろんエイミにも伝えた。それを知ったエイミは、T 君、あと1週間か。と言いながら一瞬悲しげな表情を見せるが、最後に T 君とどうしても行ってみたいところがあるんだけど、お願い、一緒に行こう。と、ねだられた。エイミの容態は依然、車椅子なしでは長距離の移動は困難であり、俺自身の独断での行動なんてバレたら国家試験はもちろんのこと、ご家族の方に訴えられるなんてことも想像でき、はっきりと断った。それでもエイミは諦めようとせず、本当に本当に最後のお願い。それは絶対にダメ、エイミちゃんになんかあったらどうするの？と言ってきつい口調で突き放した。エイミはそれでもねだり続けてきた。せめて、場所だけでも聞いておこうと思い、場所はどこなのか聞いた。そこでエイミは落ち着いた口調で、口元を緩ませ、秘密。とだけ答えた。あの時、背中がゾーってなったのは今でも覚えている。結局エイミの要望は断り、残りの実習を終わらせることだけ考えた。それからは、エイミは俺とは口を聞かなくなった。俺から話題を振ってもノーリアクション。なんか悲しくなった。実習もあと2日と迫ったある夜のこと。俺は、その日の実習を終え、その日お世話になった医師や主任にお礼を言い正面玄関から出た。気づけば、関係者以外立ち入り禁止の入り口に立っていた。どうかしていたんだと思う。この4日間、口を聞いてくれなかったエイミのことが気がかりで仕方なかった。俺は、そーっと入り口のドアノブを回し、そそくさと非常階段を使いながらエイミのいる6階まで登っていった。エイミのいる部屋をノックし、返事を聞いたところで入っていった。エイミはベッドの高さを変えて本を読んでいた。たちまち不機嫌な顔つきをするが、行きたい場所のことを聞くとすぐに明るい顔つきになった。場所は案内するから、車椅子を押すように頼まれ、病室を出た。時刻は20時過ぎぐらいで、1階に外来の方がちょっぴりいる程度。6階にはナースステーションの明かりがついているだけで人影はなく、廊下の電気は薄暗く非常口の位置を示す緑色の明かりが妙に目立った。エレベーターで4階を指示され、登ってきたエレベーターに乗ろうとするが、そこには主任の看護師さんも乗っていて積んだと思ったが、看護師さんは俺を見て、うん？忘れ物？気をつけて帰りなさいよ。とだけ言い、降りていった。まるで目の前のエイミをスルーするかのように。俺は内心怖かったんだ。これからどこに行くのか。エイミの指示に従い、廊下を歩いていくと目の前に渡り廊下の姿が見えてきた。こんな渡り廊下知らない。俺は実習でこの病院に何ヶ月もいたし、病棟の位置は全て把握しているつもりだった。
だが、この渡り廊下の存在は知らなかった。じゃあ、この廊下の先にあるものは一体？九秒塔だよ。エイミはニコニコしながら言った。もちろん、医科大の学生として九秒塔の存在は知っていた。でもつい最近取り壊しが行われたっていうのが俺が知っている情報。だが、エイミの言う通り現に今、目の前にあるのが九秒塔の入り口である。関係者でも何でもないエイミがなぜ九秒塔の存在を知っているのか不思議だった。エイミに言われるがままに入り口まで来たが、中を見渡す限り真っ暗。いや、本当に闇なんだ。なんで、九秒塔なのか尋ねると。だってここって出るんでしょう？ワクワクするじゃん。俺は後悔したが、遅かった。施錠されていることを期待したが鍵は開いていて、結局九秒塔に入ることにした。先生、これ持ってた方がいいよ。と、渡されたのは懐中電灯で、妙に用意がいいなと思いながら電源のスイッチを入れ中に入っていった。中には医療道具や、車椅子だったり、見渡す限り倉庫って感じだった。病室も覗いていったが、錆びれたベッドが一室に4つあるだけの殺風景なものだった。言われるがままに進んでいくと突然懐中電灯の明かりが消えた。あの時の焦りは半端じゃなかったね。とにかく、オンとオフを繰り返した。そうしてるうちに明かりがついたが、エイミの姿がどこにもいないんだ。エイミは俺が押す車椅子に乗っていて、足は義足だし自力で車椅子を離れるのはほとんど無理なんだ。急に恐怖が込み上げてきた。とにかくエイミを見つけることを最優先として、フロアを走り回った。するとさ、どっからか聞こえるんだ。で、そう、車椅子を引く音。どこから聞こえるんだろうと思い、息を殺して耳を澄ました。音は廊下の突き当たりから聞こえた。エイミかな？と思った。でも、直感的に思ったんだ。エイミではないと。で、姿を見てはいけないって思って、そこから離れようと全速力で出口に向かおうとしたが、出口がどこだったかわからないんだ。途中、エレベーターを見つけるが俺は唖然とした。9秒塔で、電気なんて止められていると思ったが、エレベーターの数字が1から2、2から3、3から4と上がってきているのだ。今、俺がいるフロアは4階。ピンポーンと、エレベーターから音が鳴った。もう、この病棟はいろいろやばいと思ったが、遅かったんだ。エレベーターの扉が開く前に震えが止まらない足を無理やり動かして、非常階段を使いとにかく下へ行こうと思った。すると、今度は階段の下から鈴の音が聞こえてきてさ、もう本当にやられるって思ったんだよ。初めて入った病棟をわけもわからず、出口も止めてひたすら走り回った。でも、鈴の音はどんどん大きくなるし、エイミの姿は見当たらない。観念した俺は、4階の窓からダイブしたわけ。で、その時足を強くひねったみたいで、苦し紛れに持っていた携帯電話で119番をコールして、一命は取り留めた。不思議と膝の半月板や側副靭帯の損傷はそんなにひどいものではなく、2週間ほど病院に通うことによりギブスは取れた。事情が事情なだけに実習は一応合格をもらった。後で主任のところに実習のお礼を言いに行く際、最後の日のエレベーターでの出来事を聞いてみると。何言ってんの？あなた一人だったわよ。と、言われた。心底、ゾーってした。エイミについても、エイミは俺のことを知らないらしく、主任もエイミを担当にした覚えはないという。あれは何だったんだろう。今でも、鈴の音はトラウマ。では、皆様のコメを見ていきましょう。だってここって出るんでしょ？ワクワクするじゃん。お前やないか。姉が看護師だけど、長男人亡くなったからさ忙しかったわと普通に言ってくる。看護師強い。行きたいと、いえいえ。意義大。では次の話に移ります。第2話目は、クメールの呪い、です。どっぞ。これは僕がタイで駐在員をしていた頃の話だ。今から10年以上前、僕はタイのバンコクに駐在員として日本から派遣された。うちの会社ではアジアの支店長を経て、本社勤務になるのが王道のエリートコースだった。タイっていう国はまさに欲望の国だ。
特に女性関係、風俗産業が盛んで日本人向けのお店も多く、価格も安いため接待でもプライベートでも頻繁に利用することが多かった。僕の周りの独身組や単身赴任組はほぼみんな現地に彼女がいる始末で、僕もちゃっかり現地で彼女を作ったりなんかしていた。タイの子は尽くすことが好きな子が多く、日本人にも合う性格のため、今まで同棲なんかしたことなかった僕もすんなり現地の子と半同棲生活を送ったりしていた。そんな仕事もプライベートも充実した毎日を送っていた駐在4年目の頃、当時の僕の先輩にあたる A さんが交通事故に遭った。タイにはバイクタクシーというものがあって、まあ要はタクシーのバイク版なんだが、それに乗っている時に事故に巻き込まれて左足首を骨折してしまったそうだ。バイクタクシーの事故はまあよくある話なんだが、 A さんはとても容姿が良く、現地の社員にも人気だったので社内でかなり話題になった。数日後 A さんは松葉杖で出社してきたが、思いのほか元気そうで僕も安心したのを覚えている。ところがその翌週また事故が起きた。A さんが帰宅途中つまずき転んでしまい、その先にあった建築廃材の鉄筋が太ももに刺さってしまったのだ。幸いそこまで深くまで刺さっていなかったため大事には至らなかったが、両足を怪我したためしばらく車椅子生活となった A さん。周りのタイ人はしきりにお寺に行こうと誘っていた。これはタイのあるあるで、不運が続いたり仕事や恋愛がうまくいかなかった時、まあ困ったり決意した時など、とりあえずお寺に行くという文化なのだ。日本でお祓いするみたいな感じではなく、結構ラフな感じで頻繁にお寺に行くのだ。かくいう僕も彼女に最低月1回以上はお寺に連れて行かれたものだ。僕ら駐在員は基本的にタイ人にお寺に誘われると行くことにしていた。彼らはとてもお寺を大切にしていたし、相手の文化を受け入れることでより円滑な関係を結ぶのがはかどったからだ。ということで翌週、僕と A さんとタイ人スタッフ数人でお寺に行くことになった。 A さんは車椅子だったので僕が朝車で迎えに行くことに。インターホンを押すと A さんが出てきたのだが、なんと左手に包帯が巻いてあった。話を聞くと昨日料理中にざっくり切ったらしく、救急で塗ったという。僕は、A さん、ガチで呪われてんじゃないですか。と軽口を叩いていたが、A さんも、うるせえ。と、ほとんど気にしてる様子はなかった。が、お寺でタイ人に合流した際、先輩の昨日の顛末を話すと、タイ人全員が青ざめた顔をしていた。普段はだいたいご本尊みたいなものにお祈りをして、線香みたいなものをあげて終わるんだが、その日は、大臣たちがお坊さんに A さんを見てもらう予約をしてくれていたようで、お経を読み上げてもらい、先輩を見てもらった。恥ずかしい話、僕も先輩も簡単なタイ語しかわからず、ほとんどチンプンカンプンなため、スタッフが訳してくれるまでは、ぼーっと待つしかなかった。しかしスタッフたちは、すごく険しく真剣な表情をしてたのを覚えている。お坊さんは話が終わるとスタッフに、さらさらと何かを紙に書いて渡していた。お寺を後にしてみんなに、昼食がてらお坊さんが言った内容を教えてもらうことに。内容はこうだった。A さんは呪われている状況にある。お寺では払えないものである。お坊さんが紹介してくれた先でしか払えないものである。呪いはクメールの呪いというものである。そもそもクメールというのは、カンボジアにいる民族のことらしいんだが、タイやカンボジア、ミャンマーでは、このクメール人が使う呪術が、非常にポピュラーであり、なおかつ強力なんだそうだ。正直、は?何それ?という感じだったが、タイ人スタッフたちは真剣な眼差しで、紹介された先に行こうとしきりに言い合っていて、とうとう日取りまで決めようとしていた。こういう時のタイ人は、とってもおせっかいなのかやじ馬気分なのかかなり積極的だ。当の A さんはというと、全く呪われる心当たりはなく他人事のようで、僕同様、全く信じていなかったが、クメールの呪術という言葉に興味を持ったのか。おい、僕、旅行がてら一緒に行こうぜ。と、なぜかやたら乗り気だったが、僕は気が引けていた。その紹介された場所は、スリン県という、県の奥のカンボジアとの国境付近にある村らしく、何せ飛行機で1時間それから車に乗り換えて2、3時間ほどかかると、タイ人が言っていたからだ。まあ A さん一人で行かせるわけにもいかず、結局一緒に行くことに同意したのだが、
善は急げという言葉がタイにあるかどうかは知らないが、来週末に行くことに決定した。当日は、僕と A さんと他3人タイ人のスタッフがついてくることになった。飛行機代やホテル代は先輩が負担することになっていたし、僕は、どうせこいつらも旅行気分だな、なんてお気楽に考えていた。まあ切り替えが早いタイ人、行く道中はみんなでお酒を飲んだりゲームをしながら、なんだかんだ僕も楽しんで過ごしていた。約束は翌日だったので、その日はスリンの街中のホテルで泊まって、遅くまでみんなで遊んだ。翌日の早朝、僕たちはタクシーをチャーターしてその村まで向かうことに。結構、呪術で有名な村なようで、車内でもスタッフとドライバーが、呪術関連っぽいことを話していたのを覚えている。ギリギリ舗装されていると言っていい、周りが木だらけの道を進むこと2時間、急に視界が開けてきて、レンガ造りのボロボロの家が密集している場所に出た。どうやらここが例の村のようだ。僕らが車から降りると一目散に子供が数人駆け寄ってきて、どこに行く？どこに行く？と尋ねてきた。大臣スタッフがお坊さんからもらった紙を見せると、子供たち数人が手を引いてその家まで案内してくれた。すごい丁寧な子たちだなぁと感心していると、5分ほどでレンガ造りの家の前に着いたんだが、子供たちにありがとうと言うと、手を出して僕たちに、チップ、チップ、と言い始めた。あやぁ、小屋観光客慣れしてんなぁ。最初から信じていなかったが、これはいよいよただの観光になりそうだと思った。まあいくらでもないので、子供たちに数百円ほどのチップを渡して、玄関をノックすると、待っていたよと、上半身裸のじいさんが加えタバコで出てきた。部屋に入ると、むせ返るような甘ったるいような強烈な匂いがして、マリファナかなんかやってそうだな大丈夫かよここ、と内心不安になってきた。部下は部下でもここでは僕たちは外国人、A さんと二人で小さくなりながら部屋の奥へと進むタイ人スタッフに続いた。部屋の奥には布をテントみたいに張り巡らした場所があって、動物の骨や何かを燃やした燃えかす、大量の植物やペットボトルが置いてあり、雰囲気だけはかなり出ていた。すると A さんが呼ばれじいさんの目の前に座るよう促された。どうやら儀式が始まるようだ。まあ相変わらずほとんどタイ語がわからないので、お寺と変わらないのだが。じいさんが度胸？みたいなものをした後に、A さんの頭に植物の葉みたいなものを、貼ったり剥がしたりして、一通り済むとタイ人と話し始めた。途中老人が紙に大きく英字で、BEE、と文字を書いて、タイ人に何やら説明をしていた。その瞬間、僕はドキッとした。先輩も同じだったのか僕と目が合った。BEE、というのは先輩の元彼女？みたいな女性の名前と同じだったからだ。じいさんが一通り説明を終えると、タイ人は青ざめた顔で僕たちに説明を始めた。先輩はクメール式の呪術にかかっている。この村で扱っているものは大まかに分けて二つあるそうで、一つ目が相手を自分に依存させる呪い、二つ目が相手の体を壊す呪い。細かく細分化するとたくさんあるのだが、とにかくこの二つが主流の呪いだそうだ。A さんはこのうち二つ目に分類される呪いにかかっているらしく、非常に強いタイプのものだと説明を受けた。左足から始まり右足、その後に左手そして右手、次に頭そして最後は心臓という風に、順番に体に異常をきたすということだった。確かにその順番で怪我をしていたので、僕もさすがに若干薄ら寒さを感じてきていた。そして極めつけはこれだった。これらの呪いをかけたのは、BEE という名前の女、G さんが話す BEE という女の特徴は、A さんの元カノとぴったり一致していたのだ。G さん曰く、おそらくこの村もしくは近隣の村でかけられた呪いで、かなり強力な術者によるもの。呪いを解くとかけた術者とかけた人物に、失敗したら G さんと A さんに、最低でも日常生活に支障をきたすような悪影響が起きるとのこと。基本的に、同じ村の可能性がある呪い返しは受け付けていないとのことだった。が、さすがタイ、G さんが提示した金額を払えば手術をしてくれることに。ただその金額に驚いた。なんと G さんが提示した金額は、日本円にして約300万円。おおよそこんな田舎では目にすることもない大金だ。みんなの手前 A さんは、BEE って人に心当たりもないし、かなりの大金だから、少しバンコクに戻って考えたい。
と言っていたが、やる気がないのは明らかだった。ホテルに戻って二人きりになると、あのジジイ絶対詐欺だよな。でも名前と特徴一致してましたよね。誰かが言ったんだよ、接待でしょっちゅう使ってたし、俺が BEE といい仲になってんの。感づいてるお客さんも多かったし、詐欺だ詐欺。確かに彼女はタイの日本人街の飲み屋で働いているため、日本語も堪能だし、その可能性も大きかった。そもそも A さん、そんな恨まれるようなことしてないでしょ？僕が尋ねると、まあな。と何か罰が悪そうにしていたが、それ以上は何も教えてくれなかった。大臣スタッフたちも金額が額だけに、特にしつこくお勧めしてくることはなくなり、平和にそれから2週間ほどが経とうとした時、大事件が起きた。A さんが脳出血で倒れたのだ。とんでもない寒気が走って、一緒にスリンまで行った大臣たちと顔を見合わせると、みんな何も言わず真っ青な顔で震えていた。結局脳出血が原因で、A さんは左半身が不随となり本国帰国が決定した。お見舞いに行った際も、A さんは最後まで呪いのことは信じていなかったが、もうタイには痛くないと呟いている。A さんの麻痺した左顔面はとても痛々しかった。A さんが帰国した後は平和そのもので、僕も任期を終えて無事本国帰国をしたのだが、その時には A さんは退社していて、消息がわからなくなっていた。そして今、僕は数年ぶりに再びタイへ向かっている。僕を利用し捨てた女に復讐するためだ。BEE とはアポイントメントを取ってあるし、呪術の効果を上げるため、あの女の服や髪も準備してきた。まさかあの女も、僕にタイから呪いをかけられるとは思いもしないだろう。効果は実証済みだ。着陸のアナウンスが聞こえてきた。タイのスワンナプーム空港が眼下に迫り、ワクワクは最高潮に達していた。リスナーの皆様の反応を見ていきましょう。うおー面白い。こういうラストは初めてじゃないか。話の最後があまりにも好みで手を叩いて喜んじゃった。クメール自体はカンボジアあたりの民族の名前なのに、クメールルージュといいこの話の呪いといい風評被害が気の毒。こういう話すごい面白い。冒頭動画流れてて、タイ来てーたいって見てたけど、中盤から民族内で有名な呪いの話なってきて内容面白かった。確かに無知だと日本人の足元見てるなーって金額だけど、マジヤバいものならお金出して払ってもらいたかったね。なんで語り手であるはずの僕が感化されて闇落ちすんだよ。初めからグルだったのかと思いました。最後のって闇落ちというよりは、A さんに降りかかった呪い自体、僕が B に依頼したという過去形になるのでは？と考察した。では次に参りましょう。第3話目は、勘の毛坂、です。どどぞい。今年の2月に起きた本当の話。そろそろ自分の中でも整理ができてきたので投下する。今大学4年で就職も決まり学校生活も落ち着いたので、念願の車の免許を取るべく免許合宿に行ったんだ。俺の地元は近畿なんだが、合宿場所は中国地方だった。そこで地元が同じである4人の大学生と仲良くなった。毎晩話をしているうちに、免許合宿が終わったらお祝いも兼ねてどこかにドライブに行こうという話になった。無事全員免許を取得することができ、後日ドライブの日程を決めようということで解散した。後日 LINE で連絡を取り合い、日程を決めた。その日親の車を使えるのが俺だけだった。他の4人は住んでいるところも比較的近くだったため、どこかで集合し原付きで俺の家まで来ることになったようだった。4人のうちの1人にアルバイトがあったため、夜中の1時に俺の家に到着というプランだった。ここからは聞いた話になる。4人は12時に無事集合し、全員原付きで出発したようだ。夜中だということもあり車も少なく快適なドライブだったらしい。4人横並びで交差点で信号待ちをしている時に、信号が変わるとともに一斉に走り出し、どれだけ次の信号に引っかからずに行くことができるか、というレースのような状態になった。レースに夢中になり、ふと気づくと1人いなくなってたらしい。3人で今来た道を戻り、
原付を脇に止めて困り果ててるのを発見した。調子が悪くて動かなくなったんだそうだ。素人4人だったが、なんとかまたエンジンをかけることができた。一人の調子が悪いのでレースは控えてゆっくり行こうという話になり、そいつの後ろに3人がついていく陣形で走っていた。先ほど原付が故障した一人も何の問題もなく走っていたため、またレースが始まってしまった。気づくとまたさっきの一人がいなくなっていた。また故障かと思い、3人はまた戻ったそうだ。するとまた原付が脇に止めてあった。ああまたかと思ったが、今度は乗っていた本人がいなかった。どうしたのかと3人は原付を止めてあたりを探した。10分ほど探したが見つからなかったため途方に暮れていた時に、脇の田んぼから携帯音の着信がしたらしい。この時1時を少し過ぎており、俺が電話したのがちょうど行方不明の彼だった。3人は着信音に驚き、田んぼの方に恐る恐る歩いていったらしい。そこは街灯も少なくとても暗かったという。するとそこに行方不明だった一人がいた。その時の彼の様子は、まるで恐ろしいものでも見たように目を見開き、涙を流し失禁していた。口も開いたまま、泥だらけになり、田んぼの真ん中ら辺で突っ立っていたそうだ。見つけた3人は焦って呼びかけたがまるで反応がなかった。全員が田んぼに入り、泥だらけになりながらなんとか彼を引き上げた。ここで俺に別の一人から電話が入り、風呂と着替えを用意しておいてほしいということと、ドライブは中止だということを言われた。俺は事情がわからないまま言われた通りにしまっていた。4人が到着したのは結局2時過ぎだったと思う。4人は3台の原付でやってきた。彼の原付は置いてきたそうだ。上着で無理やり運転者と彼を縛り付けていた。まだ放心していた一人を4人がかりで風呂に入れ、ジャージを着せた。その頃には徐々に回復しており、なんとか喋るくらいにはなっていた。失禁もしていたため、俺らは気を使い先ほどのことは聞かなかった。するとポツンポツンと話し始めた。突然また原付が故障し、脇に止めてみんなが戻ってくるのを待っていた。すると道の向こう側で、女の人が忽然と現れて手招きをしているのだという。街灯に照らされすごく不気味だったそうだ。話しかけても決して話し返してはくれず、ただ手をこまぬいてるだけだったという。そこから記憶がないとのことだった。俺らは震えながら話す彼に何も声をかけることができず、その晩は俺の家に泊まり、明日車で彼の原付を取りに行こうということだけ決めて寝ることにした。3人はすぐに寝つき、彼も意外とすっと寝ついた。それを見て安心し、いつの間にか俺も寝てた。これが3時くらいだと思う。4時頃、誰かに話しかけられて起こされた。話しているのは彼だった。俺もう帰らないといけない。俺帰らないと。そう言っていた。あんなことがあったため驚いたが、しきりに帰りたがるので俺は全員を起こして彼を説得しようとした。全員で引き止めたが、彼は、帰らないと。としか言わなかった。結局拉致が明かず、不安ではあったが家に着いたら必ず電話するようにと念を押して、一人が原付を貸して彼を帰らせた。すごく不安だったが、およそ1時間後に電話が入り、無事家に着いたと連絡が来た。原付も自分のものと途中で乗り換えたのだという。俺らは心の底から安堵し、いつの間にかまた眠ってしまっていた。朝10時過ぎ頃電話で起こされた。彼からだったので嫌な予感がしたが、出ると女性の声だった。電話してきたのは彼の母親で、泣きじゃくりながら彼が死んだと言っていた。朝彼の原付があったので帰ってきたのかと思い、部屋に入ると死んでいたのだそうだ。驚いてみんなを起こし、重傷を聞き、すぐさま親の車で彼の家に向かった。家に着くと警察がいた。彼の母親が外に出てきてくれて、中に入れてくれようとしたが警察に止められた。昨晩一緒にいた胸を伝えると、余計に見せることはできないと言われた。母親とも引き離され、意味がわからないまま外で待っていると、警察署に来てほしいと言われた。結局パトカーと俺の車に分けられて警察署に連れて行かれた。運転は警官がしてくれた。取調室のようなところに4人座らされ待っていると、中年の男性が写真を持って入ってきてこう言った。相当の衝撃を受けるかもしれない。怖い人は見なくていい。そして写真を見せられた。全員が思わず見てしまったが、本当に見ていた全員が驚きのあまり立ち上がった。
写真には仰向けになり、天井に手を突き出したまま死んでいる彼の姿が映っていた。目は見開き涙を流し、口からは血が混じったよだれが垂れていた。手は限界まで開いており、血の気が引いて真っ白だった。中年の刑事がすぐにポケットに写真を直して、彼の様子を説明してくれた。写真ではわからなかったが、彼は尿も便も漏らしており、白目も真っ赤なほど充血していた。死後硬直では考えられないほど手と腕が硬直していた。また、肩が上から無理やり引っ張られたように両方抜けていたという。一番覚えていることが、肩が抜けているのになぜ手が天井を向いたままなのか全くわからないとつぶやいていたことだ。俺らは震えながら昨日のことを話した。中年男性は黙ったまま最後まで聞いてくれた。俺らの話が終わると一言、田んぼの場所と、はじめに彼の原付きの調子が悪くなった場所はどこかということだけ聞いてきた。昨晩彼と一緒だったうちの一人が地図で場所を教えると、男性はそこかとつぶやいた。その後簡単な調書のようなものを取られ、それぞれ家に返された。原付きも警察が回収してくれたようだった。後日、代表して俺が父親と彼の両親に話をしに行った。向こうの両親も警察から事情を聞いていたらしく、ただただ静かに泣いているだけだった。結局、司法解剖は彼の両親が拒否したので、彼の死因は心筋梗塞だということになった。後日、彼の葬式があり、父親と友人と参列した。焼香するために彼の家の前まで来ると、棺桶がなかった。そのまま焼香を終えたが、あの時帰らさなければという後悔がすごくあり、何としても彼に謝りたかったので、思い切って彼の両親に聞いてみた。すると、彼の棺桶は祭壇の裏にあるのだという。会わせてほしいとお願いをするも断られた。無礼だとは思ったが、お願いし続けると、しぶしぶ了承してくれた。葬式が終わるまで無理だと言われたため、終わるまで全員で待っていた。やがて式が終わり、彼の両親に呼ばれ行ってみると、そこには棺桶ではなく箱があった。高さ2メートルほどで、横も2メートルほど、幅は棺桶と変わらない幅だった。両開きの扉が側面についていた。装飾も一切なく、ただの木の箱に見えた。俺らが立ち尽くしていると、彼の両親が、正直私たちでも見るのが辛い、見る覚悟がある方だけ息子を見てやってください、と言った。正直足が震えていたが、嫌な予感がしつつも俺は両開きの扉を開けた。予想通り彼はあの写真のままの姿でそこにいた。手を突き出し、おそらくまぶたを閉じることができなかったのか、目の部分には白い布がかぶせてあった。思わずひっと声が出て引きつけを起こしそうになった。俺の父親を含め全員が見たが、みんな同じような反応をしており、中には腰が砕けて立てなくなる者もいた。全員が見終わって彼に謝った後、彼の両親が事情を説明してくれた。腕を下げるには、もう肩も外れているため両腕を肩から切断するしかなかった。まぶたもまるで皮膚がそこだけなくなったかのようになっており、閉じることができなかったという。俺らはただただ泣きながらそれを聞き、彼の両親に謝った。彼の両親は、あなたたちのせいじゃないとずっと言ってくれたが、俺らはただただ謝るしかできなかった。その後泣きながら父親に連れられて家に帰った。父親が帰りながら車中で、ふと警察で中年男性がしたのと同じ質問をしてきた。地図で説明していたのを聞いたので、大体の場所を言うと、父親も、そこかとつぶやいた。その場では聞く気になれず、その日はそこで会話は終わった。彼の四十九日が終わり、父親に葬式の日のことを聞いてみた。父親は、話半分で聞いてくれとの前置きをして教えてくれた。俺の祖父が父親に話したことだそうだ。おそらく彼の原付きが初めに故障したのは、棺桶坂と呼ばれているところだろう。今では棺桶となまっているが、昔は棺桶坂と呼ばれていた。少なくとも祖父が子供の頃はそうだった。当時、棺桶を作る仕事は、あくまでその近辺では、身分の低い人がする仕事だったそうだ。そのため棺桶一つの値段も安く、ひもじい生活をしていたそうだ。また、差別もあり、かなり虐げられていたらしい。そんな仕事で唯一儲かるのが特注品だった。
例えば規制のものに入らないほど巨漢であるとか、何らかの事情で規制の棺桶に入れられないケースに、特注品を作るんだそうだ。特注品の話を聞き、ガッテンが言った。棺桶に入らないほどの巨漢などそうそういるものではない。父親は続けた。手をこまぬいていたのが女性だという点でも思い当たる節がある。という。祖父が子供の頃、棺桶を作るのがとても上手な器用な女性がいたらしい。その評判は周囲に広まり、気づくと特注品の注文はすべてその女性のところに行ったそうだ。既製品はある程度作り置きしているが、特注品は死後注文が入って死体が腐る前にすぐに用意しなくてはならない。その女性は特注品であれど注文が入れば必ず次の日には棺桶を作り上げた。見た目もただの箱ではなく、装飾もちゃんとついており、とても一晩で作り上げたとは思えない出来だったそうだ。ちょうどその頃不審死が相次ぎ、彼女はそれらの注文をすべてこなしたという。しかし最終的に、特注品の注文が彼女のところにしか来なくなり、どんどん私腹を肥やしていく彼女は、他の棺桶屋や周囲の農民からも妬まれ、最後は若くして惨殺されたそうだ。大勢に農具や工具で原型をとどめないほど無残に殺され、田畑の肥やしにされたらしい。父親は、ここからは自分の予想だという。おそらく彼が田んぼの中で硬直していたのもそのせいではないか。手をこまぬいていた女性はその女性ではないだろうか。と。考えすぎだと思うし、ここからは祖父の作り話かもしれない。ここまでの話は知っている人もいるだろうが、ここからの話は祖父からしか聞いたことがない。と父親は続けた。例の女性が殺された後、殺した棺桶屋たちが彼女の家に押し入ったそうだ。どうして特注品があんな短期間で作れるのか、特殊な道具、方法でもあるんじゃないかと探したらしい。すると家には、作りかけの特注品の棺桶と、見たこともない祭壇があったそうだ。特注品といえどなくなり方は様々なため、一つ一つの大きさ、形が違う。にもかかわらず、彼女が特注品を先に作っているのを全員が不審に思ったそうだ。そんなさなか、不審死が起こった。棺桶屋たちはもしやと思い、彼女の作りかけの棺桶を見に行くと、寸分違わずぴったりだったらしい。もしかすると、彼女が特注品の注文をもらえるよう何らかの方法、呪いで不審死を引き起こしていたのかもしれない。また、それが今回お前の亡くなった友人にたまたま降りかかったのではないだろうか。と、言って口を閉ざした。亡くなった彼の両親は地元の人じゃないので、この話は知らないだろう。友人にも話していない。ただ、もう自分で溜め込んでおくのが辛くて、ここに書き込みをさせてもらいました。長文乱文多文を長々とすいません。あの時引き止めておけばと今でも思うのですが、正直怖かった。体も冷たく、瞬きもせずに帰りたいという彼から離れたかった。本当に申し訳ない。読んでくれた方ありがとう。久々に読み応えがあった。お疲れさん。両肩を脱臼したって、高さ2メートルの腕にはならないからな。説明不足でした。すいません。二段ベッドのような作りになっていて、下の段に写真や花や生前にしていたであろう野球のグローブが入ってました。おかしな話ですよね。俺も未だに頭がおかしくなったんじゃないかと思います。なんで自動車学校で知り合ったばかりの友達に母親から亡くなったことを電話してくるの？昔からの幼馴染とかならともかく。携帯の履歴見たんじゃないの？直近のやり取りがあるんだから何か知ってるかもと思うじゃん。免許合宿の時の話や遊びに行く話を母親にしていたみたいでした。一応うちの車は誰でも保険適用されるようにはしてますが、他人の車を運転するのでそういった理由もあったのではないでしょうか。ちなみに神の毛坂は大阪の南の方にあります。滝畑ダムの近くです。一応オカルト板なので、長々と垂れ流してしまったお詫びにと思います。展開も面白かったし、久々に怖かった。ただ一つだけ、ほんと一つだけ言いたい。関西の人、直すは標準語じゃないんだ。しまうか、片付けるなんだ。名作ですね、しかも最近。こえー、うえー。仕事を断らなかった挙句、過労死で死んでしまったけなげな女性の霊かと思ってたら全然違かった。
一度目の故障の後、四人一団になってゆっくり走ってれば、二度目の故障で停止しても、その女は出てこなかっただろうか？それとも四人まとめてやられただろうか？もうその人最初からロックオンされてたんだろうね。投稿者の人が止めても無理だったんじゃないかな。責任感じちゃうのはどうしようもないけど。ところで、直すって普通に通じないんですね。会社の人に言って混乱させてしまった。何？壊れてるの？直すの？って、こっちも、え？壊れてませんよ？え？って混乱。一度ならず二度はそれ以外にないだろうね。最後の三分が、決定的だな。返さなくても死んでたんだろうな。怖かった。久しぶりの王道シャレコアで満足なり。いくら缶桶を特注しても、手がそのままだと焼き場の釜に入らないんじゃないか？塗装するにしても大きすぎるし、棺が立派でも処理に困るよね。どうしてたんだろう。火葬した後も、腕の骨だけが突き出たままで出てきたらもっと怖いよね。ストリキニーネなどに含まれる、アルカロイド系の毒の症状と類似性を感じました。断定はできませんが、この毒物を体に取り込むと、強烈な筋肉の収縮が起こり、ひどくなると骨折や関節にダメージが起こり、やがて心臓も停止します。かなりの苦痛の末に亡くなるらしく、遺体のむごたらしさは指折りの毒物のようです。閉じられないまぶたも収縮のためではないでしょうか。植物に含まれる毒なのですが、私の知識では日本にも分布しているのかはわかりません。あんたすごいな。よくわかるもんだ。ストリキニーネ中毒の症状の一つに激しい胸直性痙攣があって、強度の筋収縮が長く続いて、筋肉がこわばった状態になると、この話のように腕を伸ばしたまま、というのもありえない話ではなくなるね。ただ、ストリキニーネはマチン科の常緑鉱木であるマチンの種子から得られるもので、種子が得られるマチンの樹木は、日本では生息してないらしい。日本国内に自生してるマチン科の植物には、アイナエ属のものがあるけど、アイナエ属のものを摂取して中毒を起こした話は調べた限りでは見つからないから、ストリキニーネ中毒の線はかなり薄いと言わざるを得ないかなと思う。他のアルカロイド系有毒植物で有名どころはトリカブトにヒガンバナがあるけども、症状が神経や循環器に短時間で出るからこっちも違うとしか言えない。結論としては解剖すれば死因が分かったはず、ってなところだね。ストリキニーネ。名探偵ポアロで使われてたな。海外ではメジャーな毒なのかな？祭壇があったからって、なんで呪いで不審死を引き起こしていた、になるんだ。神様を下ろして予言してもらったか、予知能力を授けてもらってたのかもやん。大体、妬みから殺人するような野郎どもの言うことなんかて。長文、多分申し訳ないって言っている人には俺はどうしてもこう言ってあげたいんだ。いや、別に構いませんよ。ってね。引き止めていたら、投稿主の部屋でその状態で亡くなってた可能性考えると怖い。いやほんと久々の名作に会えた、ありがとう。マジあと引く怖さでした。殿堂入りしてもいいくらいの名作。ジブリみてえなタイトルだな。怖かった。節子、それくくり小坂屋。節子、それくくり小坂屋。リスナーの皆様の反応を見ていきましょう。どれだけ赤信号に引っかからないかレースって怖くない？マッチポンプじゃねえか。比較的古い話が多い階段で、ラインが出てきたのが新鮮だった。腕や足が曲がらないご遺体は追ってから入れるって聞いたけどね。標準語赤ペン先生に来おるやん。国立小坂赤ペン先生に来おるやん。では次に参りましょう。第4話目は、償いの家、です。胸クソ注意。小野さんは元来、霊的なものが全く見えない人間だったという。その体質のまま20年近く生きてきたそうだが、ある出来事があってからというもの、しばしばそういうものを見るようになり、今では恐怖体験の数を数えるのに両手の指が必要な程度には、見える人間になっている。いやー、見えない人が見える人になるきっかけってのは、ほんと、突然やってくるもんだよ。これは、そう口にした小野さんがまだ高校生の頃の話だそうだ。
小野さんの家の近所に、一軒の廃屋があった。元は駄菓子屋だったそうだが、彼が生まれた頃にはすでに廃屋となって久しかったようだ。彼が親御さんから聞いたところによると、その駄菓子屋は昔子供たちの定番の溜まり場だったということである。昔かたぎのなかなか豪気なおばあさんが経営していて、普段は優しいし明るいけれどダメなことをしたらとことん叱る、そんな人だったらしい。私は店に来る子供はみんな自分の孫だと思っとる、が口癖で、子供たちからは鬼ババと恐れられつつもそれこそ第二の祖母のように親しまれており。小野さんの母親もしばしば店に足を運んではおばあさんに遊んでもらったり、面白い話を聞かせてもらったりしていたということだ。しかし残念ながらおばあさんは、みんなのおばあちゃん、として親しまれたまま往生することはできなかった。ことの発端は、万引きを捕まえたことだったという。女の子も多く来るお店だったので子供向けのアクセサリーなんかも置いていたのだが、ある日おばあさんは品物の数が合わないことに気づいた。もしや万引きされたのかと疑う彼女のところに数人の女子グループがやってきて、〇〇ちゃんがネックレスを盗んでやったって自慢してた、と告げ口をしたそうだ。激怒したおばあさんは、後日店にやってきた当該児童を捕まえて烈火のごとく怒鳴りつけたらしい。本当の孫のように子供たちを可愛がっていた分、裏切られた悲しみや怒りも大きかった、というのももちろんあったのだろう。しかし、素直に認めて謝っていたらきっとあの人は許していたと思う。というのが小野さんの母の弁だった。九段の女の子は、怒り狂うおばあさんの前で泣きながらこう言ったというのだ。取ってない、私じゃない、と。少女の訴えはまさに火に油で、おばあさんは彼女の学校に電話をかけ、担任教師と校長を呼び出した。そして泣きじゃくる女の子を、呼び出した二人の前で散々に面馬し、お前たちの教育はどうなってるんだとまくし立てたのだという。最終的には親まで呼んで、二度とうちの店に来るな、と言い渡してようやくおばあさんの激高は収まった。のだが、これだけ大ごとにされて怒鳴り散らかされた女の子にとっては、むしろそこからが始まりだった。親に泣かれ、先生には問題児扱いで呼び出され、クラスメイトや同級生、それどころか下級生からも犯罪者呼ばわりされて、自分の言い分は誰にも聞いてもらえない。とてもではないが、それは小さな子供に耐えられる責め苦ではなかったのだろう。女の子は数日後、学校近くの歩道橋から道路に飛び降りて亡くなってしまったのだそうだ。その頃には荒れ狂うような怒りも冷めていたおばあさんは、九段の方を聞いて大きなショックを受けたという。けれどあれだけ怒鳴って罵ってしまった以上、今更言い過ぎたとも言えなかったのか。おばあさんは誰かにその話を振られるたびに、あんな悪態は死んで当然、死んで逃げるなんて卑怯。などと悪態をついていた。しかしある日、彼女は自分がとんでもない過ちを犯してしまったのだと知ることになった。その日、店に親子連れがやってきた。険しい顔の両親に挟まれて、真ん中には泣き晴らした見覚えある顔。それは、あの日万引きの犯人を告げ口した女子グループの中の一人だった。実は、すまなそうな顔をしてその子の母親が口にした言葉は、おばあさんにとって信じられないものであった。実はあの万引きは、自殺した〇〇ちゃんではなくて、うちの娘がやったみたいで。顔が可愛い子だったから、同性からかなり妬まれてたみたいなんだよね。だから万引きの罪を着せようとして、みんなで一芝居打ったらしいんだよ。母が胸クソ悪そうにそう言ったのを、小野さんはよく覚えているそうである。世の常と言うべきか、それからおばあさんは無実の女の子を死に追いやった鬼ババとして、これでもかとバッシングを浴びたそうだ。孫のように可愛がってきた子供たちに人殺しと呼ばれ、店に石を投げ込まれ。もともと歯に気抜きせないおばあさんの言動を好ましく思っていなかった親たちからも、抗議の電話をされ、学校には、問題のある人のお店だから、行かないように、とお達しを出され。挙句の果てには話を聞きつけたグレン隊もどきのヤンキー集団に店を荒らされて、すっかりおばあさんは心身ともに参ってしまった。騒ぎを聞いて遠方からやってきたおばあさんの姉だか妹だかが、首を吊って死んでいるおばあさんの遺体を発見して、みんなのおばあちゃん、だろうとした老人の夢はひっそりとついえた。こうすることでしか償えません。お許しください、みたいな遺書があったらしくてね。そんな場所だから、あそこには肝試し目的の不良すら近づかないんだよ。あんたも変なこと考えるんじゃないよ。
罰が当たるから。母は小野さんにそう言ったが、しかしその時にはもうすでに、その駄菓子屋廃墟で肝試しをすることは確定していた。当時小野さんは高校3年生。進学なり就職なり進路もあらかた決まり、あとは何も考えずに遊ぶだけの時期だった。不法侵入でしょっ引かれて進路が台無しになる危ない綱渡りだったものの、学生というのはバカなもので、当時はその辺のことは一切気にしていなかったそうだ。人死にの逸話があって、自分たちの行動範囲の内側にあって、いざという時は走って逃げればどうにかなりそうな手頃な心霊スポット。九段の駄菓子屋廃墟は、あらゆる意味でうってつけの場所だったのである。小野さんが仲間に母から聞いた曰くを伝えると、みんな、よし来た、とばかりに大盛り上がり。あれよあれよと日取りが決まって、肝試しの当日はすぐにやってきた。やっと夜だと雰囲気あるなぁ。どう、板垣なんか感じるか？感じる感じる。あ、今そこでババアが手招きしてる。絶対嘘や、今のは絶対嘘や。この板垣は常日頃から、霊感がある、と自称しており、実際彼と一緒に写真を撮ると誰かの手や足が消えてしまったり、無風の野外で撮ったにもかかわらず、写真がオーブだらけになったりと、不可思議なことがよく起こったらしい。それでもみんな、板垣の霊感については半信半疑だったそうだが、肝試しするからには専門家はいないとな、ということで板垣を誘う流れになり、彼も喜んでその誘いに乗ってきた。彼が来るまでの経緯はざっとそんなところだったという。また板垣は気のいいお調子者で、一緒にいると場が自然と盛り上がるから、というのもあったようだ。しかしその板垣は、廃墟の中に入るや否やぱったりと静かになってしまったという。小野さんたちはしばらく。うわ、マジで駄菓子屋じゃん。昔のおもちゃとかそのまま残ってる。すげえなぁ。などと恐怖というよりかは感心しながら辺りを探索していたのだが、奇妙に静かな板垣に気づいた一人が彼にどうしたのかと問いを投げかけたそうだ。すると板垣は、やや険しい表情で。何か変な音しね？さっきからずっと。音？なんかこう、ギシー、ギシー、みたいな音。板垣のその発言で、どこか浮かれていた小野さんたちの空気がさっと冷えた。ギシー、ギシー。その擬音は嫌おうなしに、首吊り、の3文字を連想させるものだったからだ。その音、どっから聞こえてるの？俺、何も聞こえないんだけど。多分、奥の方だと思う。奥、駄菓子屋、としての空間ではなく、実施したおばあさんの、家、としての空間。そこから、ギシギシ、という異音がする。板垣の言葉は若者たちの背筋を寒から締めるに十分なものだったが、しかし怖いもの知らずな人間というのはいるもので。よし、じゃあもっと奥まで行ってみようぜ。グループの元締めだった田中という男が、おじけづくどころか危機として前に進み始めたというのだ。おいおい、もともと幽霊見に来たんだろ俺たち。ババアの顔が見に行こうぜ。肝試しは別に幽霊を見るためにやるわけじゃないだろ、とか思いながらも、しかしその勢いに押される形で小野さんたちはしぶしぶ奥へと進むことにしたそうだ。ただ、葉っぱをかけた田中が先頭を切ってずんずん進んでくれているので、恐怖心はそこまででもなかったらしいのだが。あ。声を出して、一人が足を止めた。そして小野さんも、それと全く同じタイミングで足を止めたという。今、聞こえた。っていうか今も聞こえてる。うわ、なんだよこれ気持ち悪い。そんな音が、確かに小野さんたちの地打を叩いた。いや、叩き始めた。と言うべきか。その音は思っていたよりもひどく耳障りで、執拗で、聞き漏らすなんてことはまずありえないようなそれだった。なぜ、こんなに大きな音がさっきまでは聞こえなかったのか。その疑問は小野さんたちにとても大きな不安をもたらしたが、そんなことはお構いなしに田中はずんずん進んでいく。お前ら、マジで何か聞こえてんの？俺は相変わらず何も聞こえねえんだけど。不服そうな彼の質問に答える余力はなかった。こんな音、こっちだって聞きたくない。そんな不平をこぼす余裕すら、大きな恐怖とまがまがしい不安の前に飲み込まれていたのである。音は次第に近づいてくる。やがて、お、と声を上げて、田中が足を止めました。ここっぽくね。自殺現場。
うわ。のんきに言う田中とは対照的に、板垣は顔を潜めて心底嫌そうな声を出したそうだ。そして小野さん自身もまた、彼と同じ表情をしていたはずだという。まだ止まないその音は、確かに目の前の部屋の中から鳴っていた。基盤で蜘蛛の巣が張った襖、おそらくは寝室であったのだろう。その部屋の中で、過去に忌まわしいことがあった。そのことはもう、考えるまでもなく明らかだった。いや、ダメだわここ。この部屋だけは絶対ヤバいわ。肝試し自体には乗り気だった板垣が、今は顔を青くしてかぶりを振っている。田中に負けず劣らず怖いもの知らずな彼がこうまで怯えているその事実が、目の前の部屋を暴こうとすることのまずさを裏付けていた。けれど今に至っても全く聞こえない、感じ取れない田中には、すべて馬の耳に念仏だったようで。お邪魔しまーす。そう言いながら、田中は襖を開け放った。その、次の瞬間である。小野さんも、板垣も、その他の仲間も、田中も、全員ほとんど一斉に、絶叫しながらキビスを返して走り出したそうだ。あー。やばい、やばい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 、やばいって、あれはマジでやばい。廃墟の中は道が狭く、譲り合わないと押しくらまんじゅう状態になってしまうのだったが、そんなことお構いなしに小野さんたちは我先にと出口を目指した。とにかく1分1秒でも早く、誰よりも遠く、あの寝室から離れたかったからだ。寝室の中にあったのは、予想通りの光景だったという。天井からぶら下がった老婆が、左右にブランブランと揺れている。振り子のようなその動きに伴って、あの耳障りな音がぎし、ぎしと響いている。目はうつろに白濁していて、口はポカリと開かれたまま。一生忘れられないだろうと確信するに足る、おぞましいそれを、全員が確かに見たのだそうだ。その後のことは、正直よく覚えていないんだよね。と小野さんは言う。無我夢中で駄菓子屋を飛び出して、気づけば田中の家に転がり込んでいた。しばらくみんな、田中の部屋でずんと沈んでいたのだが、しかし時間が経つにつれてあの恐怖も薄れていったという。そしていつしか、狙い通りヤバい体験ができた、という喜びが勝るようになっていったらしい。いや、ヤバかったな。幽霊って本当にいるんだな。あのばあさんの顔、しばらく忘れられねえわ。なんせ、板垣以外は霊感のない人間ばかり。当然、そういう奇怪な体験をした覚えもなかった。体験した瞬間と直後は無論怖かったのだろうが、喉元すぎればなんとやら。小野さんも含めて皆戦勝会のような雰囲気になっていたそうだが、その中で唯一、霊感持ちの板垣だけがずっと顔を青くしたまま震えていたそうだ。お前もそろそろ元気出せって。あんなの日常茶飯事で見えてんだろ？お前ら、本当にあの部屋の中見たのか？からかい混じりの励ましに、しかし板垣は青い顔のまま後悔したそうだ。見たよ。だから全員走って逃げたんだろが。ババアだけか？は？続く板垣の言葉に、その場はしんと静まり返ったという。お前ら、もしかしてババアだけしか見えなかったのか？え、いや、ババアだけだろ？誰かがそう言うと、板垣は首を横に振った。そして、声を震わせながら言ったそうだ。ババアの首吊り見ながらさ、ゲラゲラ笑って拍手してただろ。体育座りした女の子が。小野さんたちは、それを見ていない。気づかなかったのか見えなかったのか、そこのところを確かめる術もない。霊感の強い板垣でさえ、襖を開けるまではその拍手の音、には全く気がつかなかったそうだ。あんな薄気味悪いもん、見たことねえよ。二度と肝試しなんてしねえわ。その廃墟は、今もそこにあるという。取り壊さないのか、取り壊せないのかまでは、わからないそうだ。リスナーの皆様の反応を見ていきましょう。こんなことがなくなる世の中になることを願っています。最後の板垣がうますぎて、怖がる前に話の構成に感心しちゃった。おばあさんの行動が、孫みたいに思ってやる行動とは思えない。幽霊より人間が怖いなと思いました。無実の女の子がかわいそうです。世間の人々は悪意に満ちてるな。すべての怨嗟を引き起こしたのは、確証もない噂話を信じて集団で人を叩く世間であるよ。
人数がいるってだけで正しいと勘違いしちゃうからな。音声のみで聞いてたから、首吊りの3文字、で一瞬考え込んでしまった。では次に参りましょう。第5話目は、ダムのぬいぐるみ、です。ダムクマ。俺、ダム好きでね。休日になるとデジカメ持ってダムの撮影に出かけるんだわ。そんでもってその写真でブログもやっている。その日出かけたのは、N 県のとある超有名な国立公園に行く途中にあるダムで、ダムが3つと1つの止水堰。ダムの小さなものと考えておいて、がある。順番的には下流から、止水堰、ダム A、ダム B、ダム C という順番。国道を飛ばして止水堰に到着。着いたのはお昼前かな。そして、デジカメのファインダーを覗きながら写真を撮り始めた。堰の全体図、水門などなど構図を変えながら写真を撮る。そんでもって、止水堰だから、水路に水を引くための水門がある。その水門の前には、水路にゴミや人が間違って入ってしまわないように、スクリーンっていう金網みたいなものがあるんだ。そのスクリーンを撮影しようと思ってファインダーを覗いたら、スクリーンに何か引っかかっていたんで、デジカメだからズームしてみたんだ。そしたら何が引っかかっているのかはっきりわかった。リラックマのぬいぐるみだったんだよ。なんでこんなところにあるんだ、と思いながら、ぬいぐるみも撮影して、次のダムに向かった。止水堰から10分くらいで、次のダム A に到着。アーチ式のダムで、水門が5つくらいかな?あって、その日は満水で水門をちょっと超えたあたりまで水があったんだ。そんでもって撮影開始。ダムの正面から撮り始める。そして上流の方からダムを見下ろすように撮りたかったから、ダムの管理用の道路を少し入って、ちょうどダムの全体が入るような撮影ポイントを見つけて、撮影した。そしたら、ダムの水門のところにまた何か引っかかっているのが見えたんだ。またまたカメラをズームしてみると、またリラックマのぬいぐるみが引っかかっているんだわ。はぁ、なんでだよ。ありえねえだろ。って思いながらも一応そのぬいぐるみも撮影。まあ偶然だろ、そんなこともあるかもしれん。って自分を言い聞かせて、次のダムに向かったんだ。ダム A からまた10分でダム B に到着。道の駅に車を止めて、ダムまで下り坂を降りていくんだ。ダムのそばにはトイレがあって、公園も完備されている。このダムもアーチ式のダムで、水門が2つあって水門の先はスキーのジャンプ台のようになっていて、水は直接ダム A のダム湖に落ちるようになっている。そんでもって撮影開始。ダムの右岸にある管理事務所を撮影してから、ダムの本体に歩いていったわけ。そうすると自然と放流のジャンプ台が視界に入ってくるんだ。そしたらジャンプ台の先端のあと50センチで下に落ちるっていうところに、茶色いものがあるんだよ。すごい嫌な予感がして、まずいと思いながらも、そのものを確認したんだよ。もうわかると思うけど、それもリラックマのぬいぐるみだったんだよ。さすがに全身に震えが来て、怖くなって撮影どころではなくなって、急いで車まで戻ったんだよ。車に入ってエンジンかけて、CD をかけた。心臓はまだバクバクして、体中から汗が噴き出した。シート倒して目をつぶって、気持ちを落ち着けようとした。30分くらい経ったかな、一応落ち着いてきたんで、自動販売機でジュースを買って、これからどうしようか考えたんだ。怖くて、怖くて、帰るしかないと思ったけど、仕事が忙しく、滅多に来れる場所じゃなかったから、次のダムも見ていこうと思ったんだ。次のダムでは水門には絶対に近づかないって決心しながら。慎重に車を運転しながらダム C に到着。ダムのそばの小さなお土産屋の前に車を止める。ダム C もアーチ式のダムで、ダムの堰の上は国道が通っている。水門はダムの左岸にあって、車を止めたのはダムの右岸だから、水門に近づかないように、ダムの右岸だけを見て帰ろうと思ったんだ。ダムの上は国道が通っていて交通量が多いので、駐車場からダムの管理棟まで安全に行けるように、国道の下に歩行者用のトンネルがある。トンネルを通りたくないなと思い、国道を渡って向こう側まで行こうとしたけど、車が全然途切れなくて、仕方なくトンネルを使って向こうまで行くことにしたんだ。トンネルへと続く階段を降りていくと、トンネルは右手側に直角にある。階段を降りて、トンネルを向いた瞬間だった。ちょっと暗かったけど、すぐに認識できたよ。
トンネルの真ん中にリラックマのぬいぐるみが立てかけてあった。思わず叫んだよ。ありえないくらい大きな声で。とにかくやばいと思って、車まで戻って、無我夢中でダムビーの近くにある道の駅まで運転した。頭の中真っ白で、事故を起こさなかったのが不思議なくらいだった。道の駅で気持ちを落ち着けてから、自宅まで帰った。撮影したデジカメの画像は絶対に見たくなかったので、すぐに SD をフォーマットした。しばらくしてから、ダムのことを調べた。あるホームページがヒットして、理解できた。ある大雨が降った日に、女の子がダムCに落ちてしまい、行方不明になった。その日は大雨のせいで、ABC の3つのダムすべてで放流をしていて、最終的に女の子は一番下流にある、取水堰のスクリーンに引っかかって発見された。ホームページにその女の子の慰霊碑の写真があり、慰霊碑にはリラックマも備えられていた。ちなみにこのホームページは今は検索しても、なぜか見つからない。ダムの名前プラスリラックマで検索したら何ページかに出てきたんだが、ダムのある管轄の警察のホームページ、新聞のホームページも検索したが、事故について触れていたのはそのホームページだけだった。俺の検索方法が悪いのか。リラックマのことも忘れかけた頃だった。久しぶりにダム関係のブログを見ていたら、あるブログで、俺が行った N 県のダムが取り上げられていた。写真を見ていくと、水門を写した写真があって、そこにリラックマが引っかかってるんだわ。驚いて、水門にリラックマが引っかかっているけど、いつ撮影したんですか?とコメントしたんだ。そしたら、リラックマなんて写ってないよ。って言うんだよ。いやいや、写ってるじゃないですか。って再度コメントして確認してもらったら、おかしい、撮影した時には絶対そんなものなかった。って?それで、俺の体験談をメールで送って、事故の記事のホームページも教えたら、やばいから消すわ。ってことになりました。以上で終わりです。長々と失礼しました。では、早速マイブローたちの感想を聞いていきましょう。話自体は不気味なのに、ダムックまで深くにも増えてしまった。今日はあえてぬいぐるみと寝ないようにします。リラックマがしばらくの間、怖いものに見えてしまう。ラリックマ、鳥肌立った。リラックマの自己顕示欲が半端ないな。全部ふなっしーだったらまだ怖さ半減できた。では、次でラストです。最後のお話は、大混乱、です。ゆっくりしていってね。俺が一番怖かったのは、地震も含めての体験談。高校生の時って結構肝試しってやったよね。みんな一度はやったことがあると思うんだ。でも、一度目には何もなくて、二度目、三度目って続けるんだよね。その後何度目かに何か嫌な体験があってやめる人、何もないじゃん。って飽きる人っていると思うんだけど、俺の体験では一回目が最初で最後になった。そういうのをやるのは夏休みとか冬休みが結構多くて、俺らの場合は冬休みの前の週の日曜日に行ったのよ。他のクラスの奴らがある日、霊園に行ったらしいんだよね。それで、面白おかしく。あれは怖かった。あんなのもうありえねえ。とかって言ってて、かなりみんなの話題をかっさらっていたんだ。でも、クラスに一人はいると思うけど、そういうのを全く信じない奴っているんだよね。俺のクラスにもそういうやつが3人いて、怖くないし、ありえん。って信じなかったんだよ。そういうやつがいると心強いと思い、怖がりの俺を含めて合計11人でそこに向かうことになったんだよ。11人だよ。全く信じてないやつ3人、彼らは怖がりさえしない。仮に A、B、C 君とします。アンド興味津々プラス信じてる4人で、残りはビビリの俺含めたメンバー。はっきり言って、俺らビビリでさえ余裕だと思った。で、土曜日の日に C のうちに集合して、こいつの家はかなりでかくて11人が泊まれるだけの広間もあった。行くことになったんだ。全員が懐中電灯を所持。一人で2つ持ってるやつもいたし、合わせていけばかなり明るかった。で、Z
全然怖がらない奴を先頭に、みんな大体3列ぐらいで固まって、A プラス1人先頭、B プラス2人、3人、C プラス3人って感じの隊列でそこに向かった。でも、そこにただ向かうのは面白くないから、誰も試したことがない霊園の裏側から行こうってことになったのよ。そこへ向かうには、まずはそいつの家の裏山に回って、民家の裏を横切って、林みたいなとこを抜けていくんだよ。その林の時にまず奇怪なことが起こったんだ。その林までは3列だったんだけど、その林からは道が細くなって1列になって、そこを歩くんだよね。今まで一度も怖がらなかった俺らも、そこからは心臓がドキドキしてきて怖さが増してきた。でも A を含めての3人は怖がらない。怖がってないと思ってたから、俺らもまだ安心してた。歩き始めて10分ぐらいしてからかな、B の様子が少しおかしい。でも、何かあると嫌だから聞けない。もし B が発する言葉が俺らの予期せぬものなら、どうしようもないから。その時、B が、見えたり、聞こえたりしても今は何も言うな。っていきなり言い出したんだよ。もう、その時に俺を含めてみんなが感じてたんだよ。横に何かいる。後ろにも何かいる。前にしか行けない状態になってるって。A と C は全く絵に返してない状態だったけどね。それから20分ぐらいその暗闇を歩いてると、街灯が見えてきたんだよね。で、A と C は大笑いしながら。ほら、何もない。って感じで笑ってるんだよ。俺は笑えなかったし、B も全く笑わなかった。理由は、出た場所が火葬場の目の前だったから。笑わなかったんじゃなく笑えなかった。まあ、でも街灯もあるし、あとは舗装された道をただ歩けば出入り口があり終了。のはずだった。それで終われるってみんなが思ってた。出入り口から火葬場までは、湖を挟んで正反対に位置してて、左に行くと車道のある出入り口。右に行くと人が通れるだけの小さな道プラス鳥居のあるお地蔵さん。選ぶのは自然と車道の方。もう好き好んで鳥居になんか行ける状態じゃないから。それから車道方向に向けて歩いてたんだけど、A っていうのが悪ふざけ大好きだから、横の林を照らしたり湖を照らしたりしてた。みんなが、やめろ。って言っても、怖がり。と言って聞かない。その瞬間だったよ。わわおって叫び声が聞こえたのは、もうね、背筋が凍るとかいう表現あるけど、そんなものじゃなかった。誰かが悪ふざけしてると思ったけど、俺らの列から聞こえてるんじゃない。C を除く全員がその声を聞いたのが分かった。その瞬間に全員が腰を落としてしまい、懐中電灯も落としてしまったから。だってありえないし、声が聞こえたのが耳元で、湖の方向からだったから。どういう聞こえ方かの説明はうまくできないけど、方向は湖から。でも声は耳元で叫んでた。そこからは全員パニック。ガクガク足が震えながら後ろに後ずさり。前方にはもう行きたくない。懐中電灯ももういい。とにかくこの場から逃げたい。そんな感じ。もうどうすればいいのかわからん状態。A はどうしたかって？腰が落ちた状態、というかハイハイの形で後ろに進んでた。後から聞いたら、とにかく逃げたかったんだって。それから10分ぐらいみんなガクガクしてたけど、C だけ。早く帰るぞ。とか言ってて、みんなの懐中電灯を集めてきてた。そればかりか、いきなり湖に小便までする始末。そのおかげかみんな少しずつ冷静になってきて笑い始めた。はははは、お前すげえわ。とか、お前、怖くないんか？みたいな感じで、みんな笑って忘れようとしてた。それから戻る準備をして、さあ、帰るか。ってなったけど、さすがにその道を通る気にはなれなくて、逆方向から帰ることに。鳥居方面。まあ、それから10分ぐらいみんな無言で歩いて、鳥居の近くまで無事、この時は無事ってことにしときたかった、にたどり着いた時に、また B が、マジで、お願いしますから。って言ったんだよ。普通は、は？ってなるんだろうけど、みんながその意味をわかってた。もうね、他のメンバーでは泣いてるやつまでいた。ここにたどり着く前にみんなで笑ってた時に、明らかに俺らのメンバーじゃない笑い声が聞こえてたから。女の声が。そして、鳥居の前でそれが出た。その鳥居の前の道が細くて、ギリギリ二人が並んで通れるぐらいの広さなんだけど、
その一人分の広さの場所はすでに埋まってたんだよね。それは女に見えるけど顔は見れない。てか見たくもない。でも、そこを通ればあとは一気に民家が広がるから、これさえ行けば全て終了。そして、11人もいるのに全員通れない。この時に、Cも視認できてることが理解できた。口を開けて少し後ずさりしてたから。通れない理由は、それが俺らの方向を向いてたんじゃなくて、空いてる道の方を向いてたから。俺らが通るときに、それの目の前を通らないといけないんだよ。誰も行けない。でもこのままじゃダメなのもわかってる。八方塞がりだった。その時、B がいきなり走り出して、そいつの横を突っ切った。それに続けとばかりに、みんなも一斉に突っ切った。全員でその後、C の家までとにかく走ることをやめなかったよ。ずっとついてきてる感じが拭えなかったから。まあそれからは、C の家で。怖え。とか。マジ、最悪。とか、みんなが一斉に何を見たか、何を聞いたかを話してたんだよ。確かに怖かったんだけど、家に入って明かりのある部屋で11人も集まると、自然とまた少しずつみんな元気になってくるんだよね。安心したっていうかなんていうか。ただ、これが最後に起こることで一気に崩壊するんだよ。Cがいきなり携帯で電話を始めたんだ。誰にかは知らんけど。ごめんね。本当にごめんなさい。みたいにずっと言ってんの。みんなはじめは。彼女だろ？羨ましい。とか言ってたんだ。俺もそうだと思ってた。んで、Cがブルブル震えてるのに気づいた。俺らもその時に、少しおかしいのに気づいた。時間は明け方の4時。いくらなんでも彼女に電話するのは早すぎる。電話がかかってきた雰囲気でもない。じゃあ、Cは誰と話してるんだ？誰に謝ってるんだ？一斉に静寂になったよ。A が Cの携帯を奪って画面を見たら、誰とも通話状態になってない。Cは、もう、やばいんかな？俺。って泣き始める。何が何なのかわからん俺らはブルブル震えてしまって、釣られて泣き出す奴も出だした。その次におかしくなったのは B。いきなり MD ウォークマン、俺らの時代では最新でした、を叩き出した。しかも泣きながら、ブツ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 言ってるから、気持ち悪いからちゃんと言え、って言った後よく聞いたら、イヤホンから音漏れがしてる。んで、B が言ったのが、電源入ってないよ。電池切れてるのに。って、泣きながら繰り返してた。それから朝8時ぐらいまでは、その部屋から一切出れない。トイレさえ行けない。Cの親が、ご飯の用意したから食べる？って聞きに来た時に、やっと呪縛から解放された。大げさだけど本当にそんな感じ。一斉にみんな泣き始めた。それ以来、そういう場所に行くのはもうやめた。それと、Cが大学1年の時に亡くなった。いきなりスーパーで買い物中に亡くなったらしい。葬式にはもちろん行ったが、そこにいたくなくてすぐに帰った。他の奴らとその話してて。やっぱりあのことが？ってその時のメンバーが言い始めた。んなことあるか、とか言ってたけど、それを聞いた時に背筋に冷たいものが降りてきた。Cが携帯で話してたのは誰なんだ？ずっと謝ってたのは何に？って考えが浮かんできた。みんな同じこと思ったんだと思う。そしたら、そのメンバーの一人が言ったんだよね。後日 Cがそいつに電話してきて。俺やばいかも。お寺に行ってお祓いも受けたんだよ。神社にも行って受けた。さあ、お前に聞きたいことがあるんだけど、あれの前を走り去るときに何か聞こえた？って聞いたらしい。あれって？って聞き返したら、鳥居の前の。って、そいつは聞きたくないって思ったらしいけど、Cが泣いてるのが分かったから切れなかったらしい。なんて聞こえたの？って聞いたら、お前はダメよー。って叫んでたんだと。それで終了。俺らはそんなことは一切聞いてませんし、本当かどうかもわかりません。そいつが俺らを怖がらすためにやったのかもです。でも、ブルブル震えながら真っ青になりながら冗談で言ったなら、かなりの作詞だと褒めてやりたいです。長文になりましたが、実際に俺が体験したことです。でもちょっと脚色してるかも。まあ、ほとんどこのままです。これ以降は一切肝試しはやってません。では、多分すみませんでした。
そこに向かった時に、12人いるような。ほんとだ。これは狙ってるのかな？やめろよー。12人目も持っていかれたんかね。持ってかれたね。きっと鳥居通過のあたりだな。隊列は、A プラス1人先頭、B プラス2人、3人、C プラス3人。メンバーが集まった時点で11人だよ。って主さんは念を押すように書いてる。持ってかれたんじゃなくて。つまり、隊列組んだ時点から1人余計にいましたってか。怖いんですけど、絶対心霊スポット行かない。湖の神様が、バカどもが霊園で変な霊に取り憑かれる前に軽く脅かして返したろ、とか思って、声で脅したらしいが自分の住処に小便流しやがったからブチ切れてしいだけは連れてった感じか。湖に行くと神様の下僕になったしいがいるのかもしんない。この話は個人的に源泉入りしてもおかしくないくらい怖い。私もこれは殿堂入りしてもいいくらい怖いと思う。たまに読みたくなる。C の親は11人に朝飯振る舞うんかよ。バネーな。では早速、みんなのコメントを見ていきましょう。サッカーやろうぜ。強き映画、急に腰砕けて赤ちゃん歩きになるところでじわる。11人分の朝食作りを想像して震えた。朝からボリューミーでごめんねー。って言いながら朝食はカレーかな。こういう話聞くと、ボディービル愛好会60人くらいで肝試し行ったらどうなるんだろうって考えてしまう。その昔、相撲部屋に所属する20人くらいでお寺で肝試しした時、懐中電灯は消える、妙な笑い声はするってんで、怖くなってみんなで思考踏んだそうです。話を聞いたご住職は、そりゃお化けも逃げ出しますわ、と大笑いでした。溢れる汗の塩で除霊できそう。お前はダメよー。てめえこそダメだ、オラ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 。今回はこれでフィナーレとなります。また明日お会いしましょう。おやすま。